最新のデジタル技術を紹介する展示会が江東区内で今日から始まりました。じゃんけんに必ず勝つロボットなど、さまざまな分野への応用が期待される技術をリポートでお伝えします。この展示会は経済産業省などが開いているもので、 CG コンピューターグラフィックはもちろん、人の動きや五感を利用する最新デジタル技術を紹介。66の IT 分野の企業などが参加しています。人のいろんな活動を助けるもの、視覚障害者のですね、感覚を助けるものとか、いろんな形でですね、将来の生活やですね、ビジネスの基盤になるような、そういう技術がですね、多く紹介されている、そういう場でございます。こちらはカメラと赤外線センサーで人の動きを読み取り、画面に合成するゲームを展示。実際に体を動かすため、より臨場感のあるプレイを楽しめます。そして科学技術の進歩によって、人間のじゃんけんまでも攻略されてしまいました。こちらじゃんけんの勝率が 100% のロボットということです。私じゃんけん自信があるんですが、やってみたいと思います。じゃんけんぽい。私がチョキでロボットグー勝ちました。必ず勝てる仕組みは、奥にあるカメラ、1秒間に500回画像を認識し、相手の手の形を瞬時に感知して勝つ手を出すことができるのです。高い精度で、こんなに速くても全て勝ちます。例えば、車とかに応用した場合ですね、人が飛び出してきたとか、ボールが横からこう障害物がこう飛んできたっていう場合ですね、すぐ、判断して、ブレーキをかけるとか、そういうものにも応用できると思います。このイベントは26日まで日本科学未来館で開催されます。